皆さんこんにちは。サイクンに来ました。本日はここからバスに乗りまして、ジオパークのイーストダムの方に向かってみたいと思います。では行ってみましょう。はい、サイクンバスターミナルです。ここから、94もしくは 96R のバスにて、途中ビジターセンターのありますパックタムチョングっていうとこまでまず最初に向かいます。では行ってみましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。バスで15分ほどでビジターセンターがありますパクタムチョンに到着いたしました。ここパクタムチョングからイーストダムまでは距離にして約10キロありまして、ミニバス Q の A がですね、週末日曜日か祝日しか運行されてないみたいですので、10キロ歩くか、まあ、タクシーでダムの方まで行くことになります。とりあえずどうしましょう、タクシーがいるか探してみます。はい、何台かタクシー止まってますね。こっち来まして、こちらの方がミニバスのバス停となってますね。 Q の A です。どうだろう、やはり日曜日か祝日のみの運行となってますね。わかりました。はい、皆様お疲れ様でした。ジオパークに着きました。10キロほどの距離でしたが、すいません、ズルしましてタクシーにて、15分ほどで到着することができました。右手左手ともに貯水湖ですね。これは海ではなく貯水湖です。すごい、道を挟んで左の方もすごい綺麗な貯水湖、そしてテトラポットを挟んで向こう側が海ですかね。いや、すごい広い。では下の方に降りてみましょうか。では行きましょう。すごいですね、見事に六角形の形をして綺麗に並んで地層が見えます。一体どんぐらいの月日をかけてこのような形になっていくんでしょうね。いや、素晴らしい、見事に六角形ですね。はい、こちらの方に洞窟があります。わあ、大きな穴が開いております。ここも貯水湖になっておりますね。向こうのテトラポットの反対側が海となっております。
こうの方に島が見えますね。その右側にちょっと小高い丘があります。あそこが本日のゴールでございます。どうかな、行けるかな。見えますでしょうか。向こうの方から歩いてきまして、かなり危険なのですがテトラポットまたぎまして、こちらの岩山の方に移動してきました。今正面に目的地の小高い山の頂上が見えております。見た感じ今は誰もいなさそうですね。ちょっと引き続き足元を注意しながら進んでいきます。よいしょ。これですね、ここを下ってあちらの方に行けそうな気がします。だいぶ登ってきました。もう少しかな。11月の1日なんですけど、雲一つなくて太陽が出てると、あ、本当暑いです。これ真夏に来たらちょっと厳しいかもしれないですね。見えますか？こんな感じです。見えてきましたね。すごいな。わあ。OK。よいしょ。これが最後の一山、行きましょう。お疲れ様でした。到着ですね。見えますか？対岸から見てました、島がこれ目の前のやつですね。見事この六角形の柱がそびえ立っております。これ、よっこらせ。はい、これです。到着です。では頂上終わりましたので次行きますか。下の方に降りれそうな気配がしますので、ちょっと先進んでみます。あそこもすごいですね。六角形の石の柱の塊がここからも確認できます。ちょっと近くに行って見てみたいですね。じゃあちょっと行ってみます。
よいしょ、暑いな。よいしょ、暮らせない。すごく気持ちいい、最高ですね。よいしょ、暑いかな。はい、来ました。ここに、なんだろう、自然の土でできたスロープがあります。下に降りてきそうですね。かなり急だけど、どうかな。ちょっと挑戦してみますね。では行きます。ゆっくり降りてます。隣にロープがありますから、かなり手助けにはなりますね。よいしょ、ゆっくり行けば行けそうな気配です。あ、降りてきた。わ、すげえ。お、わあ、落ちてきたら嫌ですね。これはもう完全に上から滑り落ちてきてますね。お疲れ様でした。今来た道を戻っておりますが、来た時に通ったテトラポットをまたいでいくのは危険ですので、とりあえずまっすぐ行ける道がここから見えてますので、これをちょっと直進していきますね。もしかしたら行く時よりも優しい道のりかもしれません。では行きます。はい、登り終えました。あ、ここからの景色も、あ、すごいいいや。見えますか、これが頂上のポールかな。お疲れ様でした。帰ってきました。今4時です。今日は一日皆さんと一緒にハイキングができて、とても嬉しかったです。ではまた